したら、この比喩ですけど、そこを真っ二つに割るような入れ方にしてみたらどうなりますかね。そうだから手の甲がおそらく音を上がるにつれてマウスピースと口を左下に引っ張り下げて、音を下がるについて右上に押し上げているので、1、最初に吹く口作る、吹いてる時の口に今してください。マウスピースを当てます。3、その奥の歯とかがちょっと感じられるぐらいプレスします。鼻から息吸って吹いてください。あともう一点だけ、タイミングの発音も練習していくとよりバランスが取れると思います。ふぅそれをこう取り入れていってみてください。わかりました。ありがとうございます。はい。